待ってないよ。いや絶対待ってたでしょ、めっちゃ早いじゃん。エフケンさんありがとう。ヤスさんこんばんは。タアさんこんばんは。オークねありがとう。みんなエイティさん、カズさん、ドクリンゴさん、のんちゃんウェイ。などうしたの、のんちゃん。わたるさん、ヤッホー。ユナイテッドさん、え嬉しい。パート3開いてくれた。みんなでどれぐらい開いてくれた。でもさ、あれでね、あごめんね、でかいの私声が、声量が。いやいや可愛らしい声。私もじゃあ可愛い系でいこうかな。多分無理だ、諦めよう。マスオさんこんばんは。スバルさん、マオさん、キヨニーさんこんばんは。みかんさんありがとう、こんばんは。斉藤さん、イサオさんこんばんは。あらありがとう。ちゃんと最年長の iPhone はこちらですか。エティさん全然 JK、 花の JK。 やめてよ、私の声だけで配信口ばくにしないの。声を聞いてるとさ、自分の脳みそが回んなくなっちゃう。いえ、サンバさん、あらあらありがとう。スバルさん、目あった、よかった。カシさん、TM さんこんばんは。のーちゃん、通常運転。いや、おかしいよ、通常運転かな。伊沢さん、すずめさん、ヤッホー、お疲れ様、ありがとう。わたるさん、写メ壁紙にしてる。恥ずかしいな、ずっと目やんじゃない。テトさん、ヤッホー、こんばんは。クリンゴさん、ありがとう。ゆらちゃんいるよ、前田さん。ゆらちゃんとそらはちゃんと私です。ソラハちゃんが春雨を食べてますね。春雨食べてるの。ソラ中華です。中華。え、あたりは担々麺。お、ちゃんぽん多分。え、ちなんか卵スープとポタージュ持って帰りだよ。みんなめっちゃ持って帰る。ゆらちゃんとソラハちゃん。ソラハちゃんはね、中学生なんで配信できないから。えんちゃんありがとう。え、かわいい声。モンさんありがとう。あれ、こんちとせ、こんばんは。ペペちゃんこんばんは。つとむさんありがとう。すきなさんこんばんぽん。目そらした、なんで。はい、のんちゃん、やんだ。嘘だよ、のんちゃん、ごめん。にぎやかでしょ、3人だからね。にぎやか、にぎやか。イエイイエイ。3人で話しましょう。いいよ、3人で話しよう。私全読みしてるからね。すごい、話してる途中には読むから。え？3人部屋。そうそう、ほらこういう感じでいける。何の話する。マセスさんありがとう。タコさんこんばんは。ゲームします、3人で。安幸さん、まこたまさんこんばんは。かわいい。お守りありがとう。タコさん、3人でできるゲームでしょ、うん、しかもソラハちゃんは声だけで、うん、難しいな。今日レッスン着、オレンジ好きだから。知らない、何人参って。知らない。人参、人参、人参、パリ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 。ちょっとほっとこうか、全然わかんない。スバルさん、守りありがとう。わかんない。だって今なんかこんなんやってた。パニパニパニ、わかんない。知らない。いいころって言って、ありがとう、いいころさん。じゃんけん。いや、じゃんけん。じゃんけんは、何？だって空映れないもん。そうだよ、そらちゃん全部声で。え、じゃあ、じゃあ明日、さて、多分かな、Tさん。はいはいはい。じゃあ、マジカルバナナ。あ、いいね。もしくは、マジカルリンゴ？やったやつだ。めちゃギントンか。え、マジカルバナナとりあえずやっとく？いいの？マジカルバナナに。じゃあ、あさり。そらちゃんがいるから賑やか。そうそうそう。いいよ。はいはいはい。え、ソラハが iPhone 次。うん。マジカルバナナ、バナナだったら黄色。iPhone じゃん。あ、小石も？あ、ごめん。ソラちゃんのあったらと思ってた、完全に。はい。はい、黄色と言ったらレモン。うん。レモンと言ったら酸っぱい。酸っぱいと言ったら梅干し。梅干しと言ったら赤い。赤と言ったらバラ。バラと言ったら綺麗。綺麗と言ったらお花。お花と言ったらいい匂い。あ、セーフなんだ。いい匂いと言ったら香水。香水と言ったら瓶。瓶と言ったら瓶。意味がわかんない。絶対瓶。やめてやめて。
瓶と言ったらビールって、ビールって瓶なの、しかも。あ、まあ確かに。じゃあセーフかな。まあまあまあ。じゃあ、うん、いいね。ビールと言ったら泡。泡と言ったら泡風呂。泡風呂。泡風呂。わかんない。泡風呂と言ったら泡。泡風呂と言ったら泡玉。泡玉と言ったら飴。飴と言ったら甘い。あ、いいね。あ、甘いと言ったらお菓子。お菓子と言ったら私。私と言ったらじゃんけん。あ、すごい、そういう感じ。勝負。勝負と言ったら勝ち。勝ちと言ったら嬉しい。あ、いいね。嬉しいと言ったら、あー、アウト。じゃあゆらちゃん、今からしてわさびを自分で買いに行って食べてください。わさびをどっかで、もう一軒しちゃう。アウトじゃないよ、みんな。ゆらちゃんが、もう、でもゆらちゃんがね、もう一軒行ってもね、それは可愛いからね。まあまあ、面白くないから。でもダメだよ、それは罰ゲームはちゃんとやらないと。どうする？なんで、私もうやだ、起きちゃう。ここはちゃんとだよ。他のことを言って、何がいい、みんな。全部答え学生。秘密を言う。左の鼻にわさび、右の鼻にからしだって。私の秘密？秘密。待って、でも秘密事がないんだけど。実はね、ゆらちゃんは、あ、じゃあアイコンと空が実は、ゆらちゃんの実は？なんたらかんたら。なんもないな。ないでしょ。ないな。ないんだよ。だってファンの人に隠してることないもん。私キックしてこうか、ゆらちゃんに。いや、今ゆらちゃんにキックしたらゆらちゃん死んじゃうから。ゆらちゃん泣いちゃうよ、普通に。号泣だよ、みんな。今日もトレーナーさんになんかマッサージされてて泣いてたから。いやー、かわいそう。絶対痛い。めっちゃ痛いから、もう、ね、ゆらさん今からおっさんみたいな声で配信。やばいける。あ、自己紹介。あ、じゃあちょっと低めの声で自己紹介する。でもそれ普通にやるの。これでいいの？え、低めの。いい、本当に低めだからね。可愛さなしだよ。おっさんの声で自己紹介。そうそう。行くよ。あ、やばい。やばい。嘘でしょ。やば。想像超えてたわ。そういう系？揺らがなーい。マジか。ガチだったね。ガチだったね。びっくりした、みんな。今聞こえた？めっちゃ笑ってる。やばいよ。アイコン厳しい。いやいや、ソラちゃん、誰が、ソラちゃん、違う、みんなが言ったんだよ。そのみんながコメントで。何が起こった？あら、ちょっと笑いすぎた？聞こえなかった？やばいやばいや。確かにね、タワさん、ちょっとなんかキャラクターみたいな声に聞こえた。あの、なんかあの、そうそう、なん、今完全ににゃんちゅうだったよね。今にゃんちゅう出たよね。やばいね、衝撃だったね。じゃあ今の次は、めっちゃギントン。めっちゃギントン行く。めっちゃギントン好きだな。なんか前も、なんか前配信でやったっけ。やった、私やったよ、イラさんと。マイケルと3人でやった。その時もそれは配信じゃなくてやった気がする、私。誰かと普通に彼だと思う。配信じゃない？配信じゃなかった。怖っ。私たち普通にやってる。めっちゃヒント。仲良しやん。やばいやばい。めっちゃヒントやろうよ。いいよ。じゃあさっきの順番ね。はい。行きまーす。めーちゃヒントン犬。ワンワンワン。ワンワンワン。めーちゃヒントン猫。にゃんにゃんにゃん。にゃんにゃんにゃん。あ、かわいいかわいい。めーちゃヒントン自動車。ブンブンブン。これ意外とお題が難しい。めーちゃヒントン電車。いや、じゃあありじゃない。ジャーバーじゃ何でもいいんだから。ガタンゴトンね。あ、そっか。ガタンゴトン、そう。なんて無理。じゃあ、アイコンの発言は燃えずに。ほんと無理。燃えずりが分かんないし。燃え、岡山弁で。私、岡山弁が分かんないんだよね。なんかめちゃめちゃ出てるよ。そう、自然なら出るんだけど。寝れそうにない部屋でしょ。すごいよね。じゃあバージャーって言った、私。本当に悔しいな。ではアイコンの燃えずるまで。何がいいじゃん。ちょっと告白系の。
え、ちょ考えてセリフ、セリフわかんない。ゆらちゃんそういうのあれでしょ、いいよ。何がいい、セリフ。じゃあこの間おきちゃんに言わせたやつ。うわやだな、何、やめてね。 JK だからね私。あ、じゃあ JK っぽい、ちょっと書いてあげる。あー言わずに今紙に。あれ待って、ペンがない。あ、ありますよ、待ってますよ。ゆらちゃんに考えさせるとやばいの来る。本当にやばいの来そうだよね。でも自分じゃ分かんない、何が萌え台詞なのか。この間おきちゃんに言わせた萌え台詞は録画しないでね、みんな。長いやつなんだ、もう知ってるのみんな。だって書くってことは長いよね多分。そんなにでも燃えないよ多分みんな。私なんでよ、アイボの母、アイボ燃える。タイさんやっほー。あ、なおちさんやばい。あ、なちおさんだった、ごめんね。なちおさんやばい、やだ。知ってるんだみんな。じゃあみんな知ってるのにもう一回言うのもちょっとあれだな。まあいいよ。めっちゃ告白しとったよ前小6年。好きじゃけんって言ってって言うから。ああ。好きじゃけんって。好きじゃけん、好きじゃけん。破壊力半端ないの。本気でやってね。なんでもあつしさん言ってね。それは言わない。F健さんお守りありがとう。今ゆらちゃんが。やめてみんな。はい、かけました。はい、安定の。何？これはおきちゃんにも私が言わせたあのメイズリフルみたいな。何？よいしょ、ちょっと待ってね。すごいの来たんだけど、本当に？マジでアイコ。やばいよ、癖の塊。どういうこと？そういうこと。やばいこれは。やばくない？本当にこれはやばい。普通に言うよ、じゃあ。いや、あかんよ、ちゃんと。どういうこと、萌えゼリフ。もう私言ったこともない。やばいね、やば、癖がすごい。出た癖。言うの、うん、どういう声。お兄ちゃん、お兄ちゃん。あ、こんな感じ、かわいい、かわいい。いくよ、アイコンの萌えゼリフ。やだ、もうして。ほんとお兄ちゃん、一緒にお風呂入る？え、なんでかって？だって、お兄ちゃんのこと好きなんだもん。やばい、アイコン顔やばいよ、怒って。もうやだ、今の本当にみんな忘れて、やばくない？今私、やば。もうちょっと目線を持った方がいい。何？もうやだ、照れる、照れとかよりも照れる、やばくない？アイコンの萌え台詞初めて。やばくない？言わないから、私本当に。みんなこれもうレアすぎるよ。やだ、黒歴史の1ページ。本当黒歴史になっちゃう。求められる。いやいやいや、やばいねこれ、癖がね。いやー、みんな忘れてね。お手本、あ、お手本見せてもらおうかね。お手本ね。なんで、次行きましょう。お手本いなくない？じゃあ次何する？本当にちょっと言ってよ、ゆらちゃん。言わないよ。まずじゃあ次の罰ゲーム。そっか。そうしたいね。一緒にお風呂。いや全然大丈夫だよみんな。何それ、ひどいよなんか。お手本ね。じゃあ次勝てばいいんでしょ。いけるわ。よし。次勝つから私絶対。もう負けないもん。もうやだ。もう言わない絶対。何がいいかな。もうもう一回やる？でももう一回もあれか。お守りありがとう、スバルさん。 何がいい？ティッシュどこやった？ゆらちゃんのとこかな。ティッシュある、ゆらちゃん。あ、ティッシュあるよ、ください。こぼした、私のこの。おおお、あ、お前が。これ今後いじられるな。みんな忘れてね。何言った？さっきあれだよ、みんな。さっきの私あれだから、あの記憶にないから。確かに。何するの？何王様ゲームやな。トケルさんありがとう。何する次？何がいいかな。何があったの？何もないよ、タケルさん。グレープキングさん、お守り100個ありがとう。そう、記憶にちょっと。何やろ。
あ、じゃあけん玉対決する？なんでいいじゃんね、ちゃんと持ってきてるよ、もちろん。じゃあ早口言葉対決とかは、あーやばい、苦手だな。地球編調べよう。あ、それか謎謎とか。あー、なんかあれね、いろいろあるね。早口言葉は面白そう。やんないよ絶対。もうプーマさん大盛り、そうしようか。よし、早口言葉。もう私さっきの覚えてないからね、みんな。さっきの覚えてない。まず初級編から行こう。いいよ。よし。初級はさすがにね。って言ってできなかったらどうする？いや初級はいけるよ。遅いこれ。けん玉。いいよもうみんなめっちゃいじるじゃんもう。着信音やだ、アラーム音やら、もうみんな癖すごいな。ソラちゃんとゆらちゃんいます。フリップに書いて持っていこう。やだ、温かく。もうダメじゃん、絶対やばいじゃん、それ初級なの？温かく、初級って書いてる。何、温かく、いっぱいあるよ。なんかパン壁、何、旅行業界、老若男女、老若男女もうアウトだね。早口言葉やばいかも。視聴者集かわいい。集中手術視聴室、集中手術治療室、違う、治療室、集中手術治療室ってことでしょ。きつい、これやばい、やめとこう。3人ともやばい、完全に。じゃあ、うわ、やばいよ。誰、最後にさ、美術室、技術室、手術室、美術室。それただ並べただけじゃん。難しいやつ並べただけ、絶対。なんか絶対やばい。並べただけだけど、やばい。美術室、技術室、手術室、美術室。はい。待って、じゃあ。何？戦いにならなそう？なんか。せめて誰か一人でも言えるやつが、この部屋楽しい。ガンガンの使い方違うからね。この部屋楽しい、ガンは言わない。言わない楽しくないのか。違う、この部屋楽しい、この部屋楽しいっていう。6位をさ言っていこうよ。6位のやつ、ちなみに6位のやつをゆっくり読むと、私わかんない。何、6位。ししじる、しし鍋、しし丼、しししちゅう、異常し、あ、これやだ、無理だ、絶対無理だ。やめとこ。じゃあ10位は、豚の豚をぶったらぶたれた、豚がぶった豚をぶったので、ぶった豚とぶたれた豚がぶった俺。いやそれ今やっと見て言っていいならいけるかも。言えんよ。F健さんありがとう、先行守り。広島があるよ。どんな感じ？ぜぜひひしゅり、候補者放送、東北地方の特派員、広島の紐で火鉢を縛る、眠くなってきて、ひしゃくやめようやめよう、もう絶対無理。何それ、絶対難しいとこ開いてるよ。何級、プロ級。あ、一番上の辺が多分初級編。ありがとう、もう下がむず。なんマサチューセッチュシュかわいい。ゆらちゃん、22図、いくよ。22図中2図言えてるやん。22図、20通、20通、あ、言える、これ。生麦、生卵しか知らない。私これ言えるよ。生麦、生米、生卵生麦、生米、生卵。マサチューセッチュ州言えるじゃん。えんちゃん言えてるくない？言えてない？マシロさん言えてるって。すごいね。カエルひょこひょ
ひょこひょこ、そんなあるの？ピョコ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 、そうだよ、カエル、そうだよね。じゃそりゃ、あとこれ言う？なになに？あ、いい入れ物もらって。東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局、あ、言えないわ。東京特許許可局、東京許可局、売り売りが売り売りに来て、売り売りの腰、売り売り帰る、売り売りの声、これいけるんじゃない？え、絶対さ、それさ、もっと簡単なとこあるでしょ。なんか長いし難しいしさ。ソラちゃんが一番弱そう。でもソラちゃんが一番喋りは上手いよ、絶対。売り売り。あ、私炙りカルビめっちゃ強いよ。炙りカルビ、炙りカルビ。違う違う、これ知っとる？手で炙るんよ。あ、いくよ。炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ。すごくない？手で炙りカルビをすればいいの。炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ。すごい。違う違う。炙りカルビ。すごくない？これめっちゃ強いから。炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ。炙りカルビプロだから。炙りカブリ、炙りカブリ。うまいでしょ？私これだけ得意だから。ソラちゃんまだウリ、そうそうそう、タンさん、そう、ケアかけ、そう、ケア切ったかけないね。そう、見て、そう、手でやったらできるって言ってやってて、そうなの、ケアかけでこの技を取得したよ。さすがタンさん。じゃあ空の早口言葉まで、アブリカルビ、ウリウリがウリウリに来て、ウリウリの声、ウリウリ返る。あ、いける。待って、いける。いける？もうちょっと。じゃあもう一回いくか。3、2、1。ウリウリがウリウリに来て、ウリウリの声、ウリウリ返る、ウリウリの声。おお。いける。まあでもこれみんな見てるからね、普通に。え、私まだ初見だよ。何何？初見。空よりも早く読まんと空には勝てないってこと。ウリウリがウリウリに来て、ウリ。売り残し、売り返る、売り売りの声。待って、売り売りが売り売りに来て、売り売りが売り売りに来て、売り売り残し、売り売り返る、売り売りの声。いけるいける。はい、言うよ。行くよ。売り売りが売り売りに来て、売り売り残し、売り売り返る、売り売りの声。いける。いきます。はい、iPhone の早口言葉で、5、4、3、2、1。売り売りが売り売りに来て、売り売り残し、売り売り返る、売り売りの声。言えてる？どう？めっちゃうまい。本当に？びっくりした。あ、ちょっと来たわこれ。私早口言葉いけるかも。もういけるよ、いくよ。骨粗しょう、骨粗しょう症、しょしょ骨粗しょう症、え、骨粗しょう、やめとけ、やめとこ。次イラさんじゃない？ iPhone 必死だから。私顔やばかった今、多分2人とも顔見てないから。私多分顔めっちゃ必死だった。まあまあうまい。なんだなんだ、どこだ？ちょっと待ってよ。寒いね。よし、どこ押せばいいんだろう。これ OK。 よし、ちょっとポチったな。やばい、待って、これきついぞ。あとイラさん、なになに、天才だからね。まあまあ特技早口言葉は無理か。あ、そうか、3回連続で言わないといけないの、早口言葉って。そうだった、1回で必死だわもう。はい、イラちゃんの早口言葉まで、3、2、1。売り売りが売り売りに来て、売り売り残し、売り売り帰る、売り売りの声。やばい、かわいいんだけど。逃げた、ちょっと逃げた。いやでもダメだよ、アウト。ゆらちゃん2回してからね。本当に、うん、さあ2回してから。もう一回チャンスだって。もう一回いきます。じゃあもう一回ね。あ、そっか、ゆらちゃんの早口言葉パート2まで、3、2、1。売り売りが売り売りに来て、売り売り残し、売り売り帰る、売り売りの声。あー、綺麗だわ。でもちょっと遅いけど、めっちゃ綺麗だった。どう、聞き取れた？違う違う、私はあれだがん、でもあれだがん、 iPhone が強かったと思う。そんなに強かった？本当に。とりあえずめっちゃ早く読むことで頑張った。でもちょっとね、あんまりね、言葉ちゃんと言えてなかったかも。よかった、勝った。最下位争いだね、これ。あー、よっしゃよっしゃ。
あやめちゃんありがとう投票。よし、今早口言葉やってます。早口言葉やってます。ぜひ見に来て。え、じゃあみんなどっちが言うと投票だ。そうだ。じゃあアイコンメンバーで投票しようよ。アイコン。あ、そうよ、そうしよう。みんな、まあ聞いたって方ぜひ投票。予備銃がもう切れちゃった。大丈夫ですよ、ね、頑張ってありがとう。今そらはちゃんに iPhone の部屋でみんな投票してください。一番 iPhone がいいと思った人は1番。あー、危ない。2番目に私がいいと思った方は2番。3番目にそらがいいと思った方は3番で投票お願いします。ゆらさんが多い気がする。3番目、え、何だったっけ。1番 iPhone、 2番あかり、3番そら。1位が、うん、私です。2位は、2位がゆらちゃん。めっちゃ僅差。2位が 20.7% で、3位が3で 16.8 だからもう 3% 差ぐらい。予想通り。え、ゆらちゃん、ゆらちゃんじゃない、そらちゃん固まってる。でもそらちゃんどうやって罰ゲームするの。いや、今からそらに言わせる。燃えてるわ。そらちゃんかわいそうじゃん。だって声だけで登場。いや、いいだ、まだ顔の登場見ないから。まあ、そっか。ずるいな。いいやろ。アイコンさっきのから。あ、はいはいはい、よいしょ。何言わせようかな、空に。これは JC です、JC。JC だからね。いいね、貴重だよ、JC。いいね。そう、ソラファが燃えゼリフ、声だけ燃えゼリフやるから。何がソラファって。ソラファ、あ、ソラファ怒るのか、ソラファ。私ね、前ね、ドラミファーって、ごめんね、ソラハちゃん。ドレミファー。いや、ドラミファーってやったの、私。ドレミファーなのに、ドラミファーって言ったか。そう、ドラミファー、ソラファーってメールでね、送っちゃって。いろんなところに突っ込めて。ドラミファー？ iPhone がファーとか言うから、ゆうかちゃんがそれなんだ。初めに、ソラが、ね、ソラファーって、ソラファーって言うから。え？だって、ドレミファーよな。ドレミファーな。ドレミファー、ソラハ。ソラハ、ドレミファー、ソラハ。一番初めに、ドレミファー、ソラファーって。いつ？言った？レッスン上で。本当に？そっから言っちゃった？関西弁が分かんないから。あー、そこはじゃあそういうことか。そらちゃんがちょっと関西弁に。そらファー、そらはー、怒られるよ、そらファーは。まあね、私もね、おこぽん、おこぽん、おこぽんって言われるもん、みんなに。そんな怒んないよ、私。よっしゃ。じゃあ私がいいよ、顔でや、顔やってあげる。みんな口パクで何言うか分かんないけど。え、これ、あの、関西弁風にちゃんと直して。ゆらちゃん多いな、レパートリーが。よくかん。おやばい、これやばいんだ。ゆらさんすごい、すごい。これはゆらさん結構そういう才能。あー、すごい、めっちゃいい。これやばい、こやつね。や、待って待って、関西弁の女の子好きなんで。でもちょっと覚えれないな。あ、それ分からない。ね、帰るからな。オッケー。で、ちょっと、ちょっと口パクでやるけど無理かも。関西弁で言ってほしい。そらちゃんの。またで。なんか光がこれ。あ、いける。顔影になっちゃうの。じゃあそらさんの燃えゼリフまで。3、2、1。ねえねえ、私あんたのこと好きになってもてんけど、うちじゃあかんの？なんかいい、かわいい。でも私顔無理だった。めっちゃかわいい。マジでいい。今度言ってね、配信でちゃんと。やだ、恥ずい。美川さんの方にありがとう。え、でもかわいい。ねえ、かわいかった。最高。かわいいね、関西弁。かわいいわ。のんちゃん、41分ありがとう。これやばいな。10時までやります。いいね、かわいいわ。かわいい。ねえ、声だけでかわいかったもん。顔見やつってやばい。やめて、みっこまさん。お風呂もやめて。お風呂、お風呂やめて。お風呂に怒られてる。ね、いいね。アイポンはお風呂入るし。アイポンお風呂入る。それはお風呂入るけど。かわいかった、その子。じゃんね。どこ行くの？最高だね。アイポンの顔、まあ、みんな多分目つぶって聞いてた方がよかったかも、私。やっぱりさ、2位と3位の方がよくない？アイポンダントツでしょ？うん、確かにね、それならゆらちゃんもね。どこで覚えた、そういう。すごいね、今の。それ汚いやり方、どこで覚えたのかな、そら。うまいわ、今の。起きちゃうかな。起きちゃうかな、そら。うまいな。なあ、一本。まあね、考える？待って、
待って私負けてないのに言わされるの本当になんだマジで。皆さんペンプリーズ。あ、くれねえちゃった。そらちゃんちょっと頑張って、私わかんないから萌えゼリー本当に。萌えゼリーじゃなくていいよ、萌えゼリーじゃなくていいよ、面白いやつでもいいよ全然。そこは萌えゼリフがいいよね。萌えゼリフこの連続でやったら、難しいな。でもね、中学生に言われると強くは言えないんですよ。どうする、おきちゃんに言われた時はな、どういう感じする。わかんない私本当に、ね、わかんない。ゆらさんがすごい、そう、普通こんなん考えれるかな、もうすごいわ。私は言ってもらいたいんや、可愛い女の子に。さす、わかんない、わからへん、待てよ。なんかし、なんかない？調べる？萌えゼリフで調べる？調べる、調べる。イラちゃんなら何でもいける。イラちゃん多分そう、何でもね、萌えちゃうわ、イラちゃん多分。あ、じゃあ逆に変なこと言っても萌えゼリフにできそうだよね。逆にこれ萌え、ね、萌え風に読んでみたいな。うん、あ、横顔よし、そう、調べる。今ね、いい感じの、そう、調べております。ゆらちゃん自分で考えて言えるんじゃない？それちょっとでもかわいそう。それはかわいそう。え、もう、あつしさん、おきちゃん。お兄ちゃんのことがデイレー好きじゃがん。え、めっちゃ岡山弁。デイレー、デイレーってしない、デイレー。デイレー、すごいとか。デイレー。デイレー、モンゲー、デイレー。これ、ちょっと待って。これ、13位、13位。なんかちょっとやばくない？やばいねー。そのひ、あ、一言がいいかもね。ゆらちゃん一言でもいいと思う。その一言いい、強いかもよ。それいいね。ちょっと悲しい感じで13位読んでください。ちょっと表情つけて悲しい。13位です。13位。ゆらちゃんね、ご苦労様までありました。なんで？見たい。そう、こんな悪い子に育ったお前はないよ、わかりは。やばいね。多分聞こえてくるよ。言ってくれるよ、ゆらちゃんが。かわいそう、2位なのに。ゆらちゃん、まあ、僅差だったから、そう、僅差だったから、そう、ほんと変わんなかったから。もうやり方が汚いぞ、私。ごめんね、コメントあんま読めてないし、ね、ゆらさん、今日はちょっと、みんなで遊んでます。ドキドキでしょ。どうぞ。一言、イラちゃんの燃える一言まで。いきますよ。イラちゃん心の準備がいるらしい。楽しみじゃん。あと50分ぐらい。いや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 、私終わっちゃうから、イラちゃん。もうそれはあれだよ。じゃあいいですか、イラさん。よし。ニヤニヤしちゃう。そうだね。多分短いやつ、点々がいっぱいある。ちょっといい感じに。いい感じだよ。おきさん。なになになに。見るの。もう見なくていい。もうバカそうだ。より緊張するじゃん。ね、そんなに悪い子じゃなかったって。ね、心の準備が、ゆらちゃんでもいる、心、ゆらちゃんでも心の準備が、なかなか。そう。でもまあまあ言える中でも結構すごいのよ、そらちゃんがね選んできたということですよ。一言だね。きつい、きついよね。やばい。いい？いくよ。皆さんも準備はできましたでしょうか、心の。それではゆらちゃんの萌え一言ゼリフまで3、2、1。あ、ごめんね、もう今聞こえた。もうねえが可愛い。え、なんであんな可愛い感じ。絶対やばいよ。やばい、これやばい。聞こえた、みんな。ちょっと聞こえた。あ、めっちゃやばい、可愛い、好きとか。もうやばい、可愛い。あ、聞こえんかった、あえんちゃん、ほんまに。あ、聞こえんかった。ちょっとゆらちゃんのつぶやいた系で言ったから、じゃあもう一回。ちょっと可愛い、ちょっとそれ。ごけさんありがとう。ちょっともう一回、あ、聞こえんかった、みんな。あ、聞こえてないな、みんな。いろいろなとこ行って、あ、行って、行っちゃった、のんちゃんも。聞こえんねえって、みんな。顔が今、ゆらちゃんが。あ、もう配信終わった後、ちょっと終わった。みんな助けてね。
やばいかもね、この後明日までちょっともう多分明日ちょっとごめんね、配信明日は私が公式サイトから写真消えてたらみんな悟ってね、みんなあって誘ってくれたら嬉しいです。ちょっとゆらにやられたなってゆらにやられたなって思ってね、やられた、やだみんな、なんですごいみんな全然あれなのにさ、代わりにアイポン言ってよ、聞こえなかったからアイポンやって、代わりにアイポンアンコール怖っ、いややばい今、いや違う、ちょっと待って待って、わかんない、ちょっと待って待って、え、なんか違うのにしてほしい、もうちょっと私っぽいのにしてせめて、今のめっちゃゆらちゃんだったから危な、りゅうさんお守りありがとう、あこれなかったゆらさん、ゆらさんこれ見てください、ゆらさんこれの方が良かったかもしれない、いや待って、ちょっと私さ、違う、私なんでも私だからさ、みんな、え、みんな私ボロ勝ちしたでしょ、これ絶対やばくない、バンされない、え、そんなやばいのやめて、でもね、ちょっとやばい、セクシーな、え、それはやめよう、バンされたらって私やだよ、なんとかだね、16位の上から4番目、16位、え、じゃあ本当に私が大丈夫かどうか、16位の上から4番目、いや大丈夫とかね、いやこれやばいよ、やばい、え、これはダメだと思う、とかそれよりさ、15位がめちゃくちゃ気になるんだけど、これ15位めちゃくちゃ気になるんだけど15位絶対やるだけど、言っちゃダメだけど、いやなんかそういうセクシー系とかじゃなくて萌え台詞なのに15位ちょっと癖がすごかった癖が、もうちょっと多分ね、危ない危ない、なんかゆらちゃんがなぜか今ツインテールやってたんだけど、ひみこさんもひみこさん、やばいんだ、15位はね、あれだね、ちょっと全然萌え台詞じゃない、これなんかバンされないの、見ちゃやめて、だからで私言わだってさ、おかしくない、1位だったんだよ私ボロ勝ち、むしろ気になる15位、じゃちょっとみんな、16位の4番、本当に何これ、これ、これ癖すごいな、え、これ癖すごいな、全部これ絶対ゆらさん言ったらやばいよね、私が言ったらいい感じになるかもしれない、え、やばくない、どういうことこれ、普通に言うよ、うん、なんで私言わないといけない、なんでみんなアイコンのやばいセリフまで5、4、3、2、なんで言うの、いくよあのね、新しい水着買ったんだ、脱ぐの手伝ってくれるおかしいやばい、なんで私、あごめんね、私ちょっとあんま海行かないから全然着ないんだけど、うん、そう水着はちょっとね、やだもうやばい、面白いね、これ面白いね、ドラドグリーンやりたい、やだもう、これやばいね、やだみんな、本当に、え、本当やばい、本当よくそんなこと言えるね、だよ、何言った、私違う、みんな聞いて、私ただ読んだだけだから、みんなふんどしじゃないよ、わたるさん、ふんどしってなんだよ、ふんどしって、せめてもうちょっと可愛いやつにして、ふんどしはやだよ、私事故や、でもこれを選んできたのが、ね、すごいっていうのが一番やばいところ、これバンされない、大丈夫みんな、空が選んだんだよ、これやばくない、今日だけだからみんな大丈夫、明日からまたけん玉ずっとしてるアイポンになる、明日から、あ、そっか、総選挙前だからみんな頑張ってる私さ、これ普通にさ、ほんと事故だよこれ、ツールームのさ時とかにさ、お兄ちゃんのために頑張るわってよくない、可愛くないの、可愛い、空が言うたら可愛い、え、多分ゆらさんが言ったらやばい、言わない、もう萌え台詞封印してるから、なんか萌え台詞とか妹ってありえんの、妹単語、いやもうやめて、本当に本当事故だよ、事故事故、まあいいよ、みんなだけ特別ね、今日はもう、そうそうそう、今日だけだから、明日もなんかやりそうだな、明日も、明日無理、朝から萌えゼリフすごいな、いやもう52分だよ、あらそうだね、ありがとう、もう52分か、癖すごいな、のんちゃん貝殻ふんどしやばいって、
ペダル漕いで回った車輪の分だけ聞こえた。52分。男女はもっかな。これ流行る、何が流行るの。私も何言ったかなんてもう覚えてないから、絶対もう思い出さないから。覚えてるよ。忘れた。もう忘れない。やだ、もう本当に言わない。やだ本当に。まあ切り替えよう。ありがとうゆきみちゃん、切り替えよう。よし切り替えよう。面白い、これはやばい、最高。切り替える切り替える。このアイコンがなんか言わなさそうなアイコンが。絶対言わない、一人じゃ言わないよ絶対。まあね、じゃあそうそう、壇上見ますか。壇上見ましょう。いい、じゃあ読みます。じゃあ壇上見ます。もう13位、前田さん、アットマーク、投票してくれなかったからお風呂入ってあげない。はい。どういう癖なの、癖すごいな。みんなやめてね。12位、スバルさん、アットマーク、アイポンズ見習い、ありがとう。なんで見習いなのずっと。11位、グレープキングさん、ありがとう。みんなちょっと怖いな、アットマークが。10位、すずねさん、ありがとう。9位、ドクリンゴ100個分、アットマーク、 STU48 溝口愛好しのアイポンズ、ありがとう。8位、ショールームルローニーさん、アットマーク、あれアイポンズじゃなかった、ありがとう。ありがとう。7位、フーラさん、ありがとう。6位、せいやさん、アットマーク、アイポンズ、ありがとう。ゆらさんゆらさんゆらさん、癖すごいな。5位、やっさん、アットマーク、待ってよ、あれ、あ、やっさん、アットマーク、なんとか間に合った、ありがとう、イエーイ。4位、サタンさん、ありがとう。水着水着、なんでさ、すごくない私のこの4、パチパチ一人もパチ。はい、ごめんねみんな。でもあともう 10% だから多分。じゃあ借ります。そう、やばい、じゃないポンポンガンガン、ポンポンガンガン、すごい。ごめんね、一回切れちゃったかも。3位、パピオンさん、アットマーク、アイポンズ、ありがとう。すごいよパチパチ、本当にいない。アフーラさん、ありがとうパチパチ。2位、みかんさん、アットマーク、アイポンズ、ありがとう。そして1位はトゥルルトゥルル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 水着脱ぐの手伝ってくれる、はい、ありがとうございました。もう無理無理、もう私読めないから、普通に読むからね。みんな毎回死んでる私、このドゥルルで毎回。あ、ばいばい、ありがとうみんな、ありがとう。お守りもたくさん、ごめんね、もう言わないよ萌えゼリフは。読んでもいい、男女。あ、どうぞ、ゆらちゃん読みます。私も一旦読んで、またちょっと休憩してまた配信開始します。第13位、りょうぴょん、あとゆらゆら、ゆらちゃんの存在が癒し、ありがとうございます、ありがとう。ガン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 。それ第12位はチップ&デールのハヤット、第11位はゆまぽん、あとゆらら、いつもありがとう。やば、そして第10位はつくしさん、うん、ありがとうございます、つくし、ありがとう。そして第9位はとうとうと太郎さん、シンシン、わら、ありがとう。そして第8位はかわやん、かわやん、いつもありがとう、ありがとうございます。ひでぽん、夜勤中、夜勤頑張ってください。頑張ってね、夜勤。ありがとう。そして第6位は、リンジーアット、外食中のゆらきゅん。何食べてるんだ、今、外食。
楽しんでください。ありがとう。で第5位はしんちゃん、あとイラちゃんにガチ恋したら嫌われちゃうくの泣き、あんたにガチ恋大歓迎だからガチ恋大歓迎だよ、いつもありがとう。そして第4位はえんちゃん大丈夫、ケンジンさん、いつもケンジンさんありがとう、ありがとうございます。いや、エビコマさんくせ。第3位はタカトンさん、タカトンありがとう、ありがとうタカトン、ありがとう。そして第2位はつばちゃん、あと総選挙コンシャートゆらりんばっかり見ちゃう、コンシャートコンシャート、つばちゃんありがとう、総選挙コンシャート楽しみにしててくださいね、ありがとう。そして第1位はダダ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 ダン、しょうやん、あと超絶よろしい、一生よろしい、ありがとう、いつもありがとう、お仕事イエーイ、あら、うちはありがとう、てんさん、ありがとう。アイポン切れちゃう、そろそろあと2分よ。 おじゃあみんなバイポーンアイポン切れます、どうしよう、切れなかったらバイポーン、高校生じゃないの、あと1分5秒、おあと1分5秒もあるんだって、ありがとう、みんな今日は忘れてね、みんな元気に忘れよう、今日の私の配信は忘れよう、ダメだよ、もう本当に握手会とかでみんな、それ握手会でしょ、言ってってどうする、え言って、言わないっていう言わない、言わない、好きだ、好き、バイポン、好き、好きだけ、まあいいや、バイポン、バイポン、バイポン、アイポンルームの方みんなありがとう、バイポン、ありがとう、ゆらちゃんルームの方も、多分ね声入るけど、これからも全然喋るけど、バイポーン、バイポーン、あと20秒、ありがとうございます、しなさんちゃんと秒まで嬉しい、じゃあバイポーン、ありがたいです、バイポーン、10秒です、あらバイバイ、みんなあと10秒、バイバイ、5秒です、4、あ、合ってるか、え？終わった？終わってない。